俺の推理を話そう。あんたたちはどうやら他人の殺意を検知し、それを用いて犯人を捕まえているみたいだが、その奇妙な捜査に殺人犯を協力させてるようだね。俺の隣の棒に入っていた薄暗い男が、この間の夜、向かいの棒の殺人犯を会話一つで死に導いたのは、そいつがその男の心の奥深くにある秘密を知っていたからだ。成久子と呼ばれているその男は、毎日のように看守に連れ去られ、暗い顔にもう一枚絶望の皮をはっつけたみたいにして帰ってくるが、自分の犯罪の取り調べであんな風になる奴はいない。あの夜の静かな悲鳴を上げているみたいなあいつのささやき声、あんたらにも聞かせてやりたかったぜ。当てずっぽうじゃないですよね。福田の知能指数は150を超えていたようです。脳に穴を開けてからはどうなっているか分かりませんが。そんな、まだ行方不明者の捜索が続いている事件の容疑者ですよ。報告書は読みました。しかし成久子が懲罰房に入ってる今、蔵全体が停止してしまっていますから。この子はカエル君、そして僕はアナイド。下の名前はわからないが、名探偵だ。アナイド死亡。この井戸もダメか。3日間で10回ずつ7つの井戸に潜らせたが、活動時間が短すぎますね。パイロットに余計な疲労を与えるだけです。坂井戸の代わりにはならないかと。ともかくアナイド排出だ。殺人鬼を殺してるだけの成久子と違って、本物の連続殺人犯と一緒に仕事してるってことにどうしても反発があって、俺ら自身パフォーマンスが落ちてるのかも。言い訳にならねえよ。それにしても簡単に死にすぎだ。どうやら自分で頭に穴を開けるような人間のサバイバル能力はとてつもなく低いらしいな。社会正義がなんだって知ったってあげりゃいい。俺の吐いた汗って生きるんはどこだ。縮小して笑った声もないまま、また変わり映えもない水汚れた天井、この手伸ばしてしまえば急に触れられぬほどの隔たりだと絶望を味わうんだ。また見続けてたい白昼まであるほど不可逆性の現象、そんな猥琐な現象愛に乱してショートさせる愛のに、君が誰か僕が誰か騙してよ。大丈夫後悔感じゃろ。中の人見てるよね。私の死に顔を見に来た皆様、残念でした。私は死にません。絶対に絶対に誰かが私を助けに来てくれるまで頑張ります。
あ、いかんいかん、つい。最高で52時間でしたっけ、これまでの被害者たちの記録。激烈に塗り替えるつもりで頑張りますんで、外の人よろしくお願いします。日本の警察は全く何の手がかりもつかめないまま、墓掘りに7度目の生き埋めを許してしまったわけですが、とにもかくにもですね、私はどんなに気になったとしても捜査員以外の一般市民は墓掘りのライブ中継を見るべきじゃないと思いますよ。専門家によれば、海外のサーバーを複数経由していて橋本を特定するのは難しいとか。被害者の方の苦しんでいる様子を映し続けるなんて、これはいわば殺人ポルノです。おはようございます。すみません。すみませんじゃねえよ、偉そうに。偉そうなんてそんなつもりはありませんでしたが、失礼しました。確かに仕事ですもんね、謝罪は必要なかったです。さて、この一帯が被害者菊池恵子の拉致現場で間違いなさそうですか。ああ、学校に向かう途中で拉致されたみたいだ。被害者の携帯が残されていた。仕事といってもどうせ墓掘りの現場にあんたらの出番はないんじゃないの。おい、蔵の子に突っかかるんじゃねえよ。蔵の方では先住班作って都内全域しらみつぶしに墓掘りの被害者探し回ってるんだ。いや、頑張ってるのは警察組織全体ですから。蔵が最近稼働していないのは聞いてるぜ。サボってるじゃねえかよ。もう採取成功、とうとうやったぜ。ジンクスかな。ありがとうございます。墓掘りの四年粒子が採取できました。井戸構築できます。7人目の被害者にして20日。成久号懲罰房から出せ。よう先輩。この顔もすべて焼け焦げて人相のわからない死体が誰のものか俺にはわかる。この子はカエルちゃん、そして俺は坂井戸名探偵だ。俺はカエルちゃんの死の謎を必ず解いてみせる。傷は見当たらないけど、これほどボロボロに焼けてるとちょっとくらいの切り傷、刺し傷ではわからないかもしれない。火のない部屋でカエルちゃんは焼死してるんだ。なんだ、女の子。坂井戸死亡。排出、続けてもう一度投入だ。大丈夫っぽいです。お腹が空いてることがかなり辛いけど、それよりもっと辛いのが今何時だかさっぱりわからないことです。もうだいぶ経ったみたいだけど、24時間経ったんでしょうか。よし、生き延びた。カエルちゃん。無駄だ、カエルちゃんはすでに死んでる。その調子。
私たちの仕事は坂井戸の応援じゃない。すんません。まあ坂井戸に生き延びてもらわないと情報の取りようもないしな。分かってるのは、坂井戸が上の階で見つけた女の子が被害者菊池恵子さん本人の10歳頃の姿だということだけです。しかし今回の被害者も全ての墓掘りの被害者も焼死させられた者はいない。火というのがそのままの意味じゃなくて何かを象徴しているということでしょうか。あ、ダメだ。バックドラフトも3回目だよ。坂井戸を排出、そのまま投入しろ。もう6時間以上井戸でずっと死に続けています。疲労は限界のはずですが。懲罰房で休んでた分だ。投入しろ。はい。すごい、記憶を持ち越せないんだよな。ああ、坂井戸の名探偵としての力だな。でも一度や二度のひらめきじゃ。君、今から助けに行くからね。休憩は必要か、成久子。トイレはとっくに済ませてます。ちょっとシートが汚れましたが俺は平気です。そうか、投入だ。坂井戸死亡。またここで排出だ。再突入の前に成久子に食事を取らせろ。はい。その間にコックピットも掃除しておきます。成久子さんの環境が坂井戸の推理にどんな影響を与えるか分かりませんし。頼む。で、誰も助けに来てくれないな。なあ、どうしてこれまで6件の墓掘りの事件で一度たりとも思念粒子が発見されなかったんだろう。被害者たちがまだどこかに埋められていて見つかってないからな。遺体からの採取は無理でも墓掘りの場合被害者を拉致する時点で殺意は明確なはずだ。まあな。でも思念粒子は風で飛んでったりもするから非常に微量ならただ無惨してしまっただけかも。6人も人を生き埋めにするやつの殺意がわずかってことも考えにくいだろう。それに被害者の死んでいく様をライブで実況したり、その実況を酸素スプレーを置くことで引き伸ばしたり、死んだ後もそのまま遺体が朽ちていく様を見せつけておいたり、そんなサディスティックな犯人の殺意が薄いなんて考えにくい。思念粒子は絶対に残るべきなんだ。今回は見つかったし、犯人が捕まればいろいろ謎も解けるさ。なぜ今回だけ思念粒子が見つかったのかだ。俺はあの子を助けたい。でもそれは俺の使命ではない。俺の仕事はカエルちゃんの死の謎の解明だ。どうしてカエルちゃんは火のない場所で焼死体にされていたのか。坂井戸死亡。排出。成久子に5分休憩を取らせろ。わかりました。桃木君たちも少し休んでください。いえ、大丈夫です。大丈夫じゃありません。疲れた脳では太刀打ちできないことだってあります。菊池恵子さんに残された時間はわずかです。二晩寝ないくらい成久子だって平気ですよ。せめて警官であった時の彼でしたらね。しかし今の成久子昭人は連続殺人鬼なんです。もうとっくに桃木君の同僚ではないんですよ。彼にはもはや誰かを救いたい動機なんてないのかもしれません。I'm on a mission. 信じるのはまだ最初。This is my moment. I'm a dream. 一
やった。お待たせ。よっしゃ。怖かったな。もう大丈夫だ。この家燃えて死んでる人ばっかり。この子の言う通りだ。この建物は燃えている。焼死体を転がして、この子以外生きてる奴らは見なかった。みんなすでに焼かれて死んでいた。そして異質なのはやはりカエルちゃんだ。カエルちゃんだけが火のないところで焼け死んでいた。つまりカエルちゃんはこの火事で死んだんじゃないんだ。どこか別のとこで焼かれ、ここに運び込まれたんだ。何のために？この巨大な火事の中のたくさんの死体に隠そうとしたんだ。別の火事の死体である事実をこのデタラメな大火事の中で隠蔽しようとしたんだ。ギルバート・キース・チェスタートンだな。木は森に隠せ、焼死体は大量の焼死体の中に隠せか。この事件の犯人は墓掘りじゃない、模倣犯だ。自分の殺人を墓掘りの連続殺人の中に隠そうとした。だから今回だけは思念流書を採取できたんだ。じゃあ真犯人は？ありがとう、君のおかげで謎が解けたよ。え、何のこと？いやいや、いいんだ。さあここから逃げ出そう。うん、でもどうやって？それはまあ名探偵のおじさんを信じてね。あ、大野さんの家すごい燃えちゃったね。あ、今なんて。大野さんはダメな人でね、全部やり直すために家に火をつけたんだよ。家族が寝てるのにね。多分私がそれを見てたんだと思ってる。容疑者割れました、大野源平。確かに菊池恵子の近所に彼女が5歳の頃まで住んでいました。顔の特徴も一致します。向かうぞ本田町。はい。動くな。両手を上げて膝をつけ。容疑者確保。被害者見つかりません。どこだ？菊池恵子の居場所教えろ。この大量生産のカーペット。カーペットの下を確かめろ。了解。地下室にさらに近かったぞ。確認急げ。救急班はどうした？被害者まだ生きてます。間に合いますよ。これはどうした？ライブなんかじゃないんだ。見ろ、被害者の樽は蓋が閉じたまんまだ。録画だよ。携帯も偽装だったんだ。被害者死亡してます。死後数日は経ってる模様。しくしょう、この人出なしが。大野さんのこと覚えてない。何も見てないって私何度も言ったんだけど。燃やしちゃったんだね、面倒で。大野さんダメな人だから。でももう大丈夫、俺が来たからね。さあ行くよ。どうしたの？もうこれ以上怖いものは見なくていいからさ。ありがとう、助けに来てくれて。ありがとう、真実にたどり着かせてくれて。あのさ、おじさんの名前教えてくれる？犯人は捕まえたよ。
そうですか。被害者の知り合いだったってことは、思念粒子を残すミスもあったし、そいつ本当に墓掘りでしたか？残念ながら違った。模倣犯ですね。木は森に隠せ。ああ。被害者は無事に発見できましたか？手遅れだった。流されてたのは録画映像だったんだ。全て無駄だったわけだ。犯人の大野を殺したいか、成沙悟。殺していいんですか？殺したいかどうかと聞いてるんだ。お前は。桃木さん、俺はこれまで蔵の中で5人の犯罪者を殺し、自殺に追い込んだんですが、確かに全員俺の意思で、俺の殺意で殺してきました。けど桃木さん、そいつらを殺したかったわけではないですよ。俺はあいつらに何の恨みもなかった。ただ耐えきれない殺意が俺の中から湧いてきて、でその時思ったんです。俺には殺せると。だから殺したんです。理由なんかなかった。でどうするんだ？殺せるならこれからも殺していくのか？いえ、人は、俺がまだ人ならですが、人は衝動だけで行動を決定したりしない。お前は人間だよ、成沙悟。それは俺が保証してやる。ただ弱いんだ、人として。もう一つ聞かせてくれ。お前はまだ俺の仲間だって意識はあるのか？おそらくそれが俺が最終的にすがる俺の理性の短所ですよ。とんだ結末になっちまったな。結局墓掘りはまだ外にいるってことですね。まだ何の手がかりもないままで。まあな。しかしその捜査はまた明日以降だろう。少し早いが、今日はこれで店じまいだ。知ってるか？Diving deep into the night, I'll make you look away out.